さーてと、バージョン 1.9.0B になりましたね。本日は4月4日に動画を撮っております。なので、こちらが一応ね、3月最後のアップデートかな。まあ、4月にまたがってしまってるんですが、3月アップデの最終日になります。いやー楽しみですね。1.9.0B。はい。まあ具体的に何が追加されたかっていうところに関しては、別の動画で語ってるので、もしよろしければそちらの動画を見ていただければ幸いです。で、今日のこの動画では何について話していくかというとですね、もうすぐ動物森20周年が近づいているっていうことで、今日はね、サンリオとマリオコラボ以外のコラボ関係の話をしていければなと思います。そしてね、3月アップデでマリオコラボ、そしてサンリオコラボと続いてね、コラボ関係が来ていて、こういった背景から、4月の後半から6月ぐらいにかけて、昔あったスプラコラボとか、モンスターハンターコラボとか、ないしはゼルダコラボとかが復活するんじゃないかということが噂ベースで今言われてるわけなんですよね。なので本日は、過去作で具体的にどういったコラボがあったのか、どういった追加内容だったのか、そこについて話をしていければなと思います。で、まずはこちらを見ていただきたいんですが、飛び森時代のコラボ家具としましては、まずはね、スプラコラボが29種類。追加住民としましては、ミサキちゃんとナギサちゃん。次にゼルダコラボ。全部で35種類。追加住民はメドリちゃん。次、モンハンコラボ16種類。追加住民はアイルになっております。以上がコラボ関係の家具及び追加住民になりますね。で、追加住民に関しては合計でも4人になってるんで、もし仮にこれから住民が追加された場合、割とね、現実的な人数じゃないかなと思ってます。そしてマリオコラボ、サンリオコラボと立て続けに来てるんで、スプラコラボとかモンハンコラボとかゼルダコラボとかあっても別に違和感は特にないですよね。しかもさ、来年にはスプラトゥーン3の発売も控えてるし、あとはね、今年モンスターハンターライズっていう最新作のゲームが任天堂スイッチで発売しました。今も皆さんプレイされてるんじゃないでしょうか。いやー、モンスターハンターめちゃくちゃ今流行ってますね。では次はですね、具体的にスプラコラボの家具から紹介していきたいんですが、ではスプラコラボの家具具体的に何があるかっていうところなんだけど、こちらを見てください。特徴としましては、スプラ関係の衣装であったりとか、あとはスプラトゥーンって言えばやっぱりガチマッチですよね。ガチマッチで登場するガチヤグラとか、あとはステージとか、そしてステージの雰囲気を漂わせる壁紙だったりとか床だったりとか、試し打ち状のイカだったりとか、そういったものが追加されてますね。なのでもしね、あつ森でもスプラコラボがあった場合は、こういった家具が追加される可能性が高いんじゃないかなと思いますね。これがなんでかっていうと、飛び森時代にサンリオコラボもあったと思います。そしてその飛び森時代のサンリオコラボ家具が割とね、あつ森の方で引き継がれてるんで、ここに載ってるリストの家具はほぼほぼ引き継がれるんじゃないかなと予想してますね。はい、ということでスプラコラボに関しては以上になります。あとですね、まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひね、これを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いします。初見さんがね、どれぐらいいらっしゃるのかわかりませんが、ぜひね、チャンネル登録をしていただければと思います。では続いてゼルダコラボに行きましょうか。はい、ゼルダ家具はこのような形になります。皆さんいかがでしょうか。実際にゼルダのゲームで出てくるそういった衣装であったりとか、あとは宝箱であったりとか、ハートのかけらであったりとか、様々なものが登場しますね。特に特徴的なのがガノンドロフであったりとか、リンクであったりとか、シークであったりとか、そういったところでね、様々なキャラの衣装が出てくるっていうのも面白いところかもしれませんね。あとは爆弾とかルピーとか、ゼルダを代表するようなそのような家具も登場します。しかもね、このゼルダコラボ家具なんですけど、様々な小ネタが隠されています。これに関しては実際に触れた人しかわからないと思うんですが、とにかくね、面白い家具だらけなんで、かなりおすすめですね。はい。まあ、そんな感じですと。皆さんいかがでしょうか。けど、こう見てみるとさ、ゼルダコラボ家具ってめちゃくちゃ量多いね。
めちゃくちゃ量多いよ。これは大変やな。ちなみにね、スプラコラボとかゼルダコラボとか今紹介させていただいてるんですが、入手方法としましてはサンリオコラボの時と違ってアミーボフィギュアっていうものが必要になってくるんですよ。なので結構ね、値段が張るんですよね。例えばサンリオコラボのアミーボカードであれば1パックあたり330円だったと思うんですが、フィギュアとなると1個あたりね、結構な値段するから、もし無料アップデートかっこ有料になってたら結構な出費かもしれませんね。まあ任天堂さん、無料アップデートって言いつつ結局ね、アミーボカードがなければ遊ぶことができないから、実質ねサンリオコラボも有料アップデートみたいなもんだったからな。で、話を戻しまして、次はモンハンコラボに行きたいと思います。で、こちらは全部で16種類ですね。こちらが家具になります。どうですか皆さん、最近モンスターハンターをよくやってる人が多いと思うので、おなじみのものもたくさんあるんじゃないですか。特に蜂蜜とか荷車とか、あとはアイルとかクエスト版とか、なんかいろいろありますよね。あとはリオレウスの装備とかもありますから、あとハンターボックスもあるのか。まあこういった形でね、モンスターハンター好きならたまらない家具たちがたくさんあるわけですよ。僕的にはですね、スプラコラボとかゼルダコラボとか様々なコラボ家具が飛び盛り時代には存在したんですが、やっぱりね、モンスターハンターコラボの家具が一番好きかな、個人的にはね。まあ、あくまでこれ個人的な思いなんで、僕の参考程度に受け取っていただきたいんですが、僕個人としてはこのモンハンコラボが一番おすすめですね。はい、まあそういったところでね、あと10日ぐらいで動物森20周年を迎えるわけなんですけど、こういった家具たちがもしかすると発表される可能性もあるので、今回紹介させていただきました。ただもしね、仮に20周年の時に発表がなくても、今後追加される可能性っていうのは極めて高いと思うので、ぜひね、こちらの動画、覚えておいてください。おそらくこちらの動画の内容を覚えておいて損はないと思うので、ぜひぜひよろしくお願いします。ただやっぱりね、気になってくるのがあつ森の今後のアップデートですよね。うん。2020年の時は主要なイベントと、あとは主要な新格が全て追加されてしまったから、やはりね、2021年のアップデートはマリオコラボとかサンリオコラボみたいなコラボ関係と、あとは今まで登場しなかった施設が復活したりとか、ないしは固定キャラが復活したりとか、多分そこら辺が中心になってくると思うんですよ。おそらくね、新たにイベントが追加されるっていうことは、まあなかなかないんじゃないかなと思いますね。結局ね、3月にアプデ情報が公開されたと思うんですが、その時にも新しいイベントの追加はありませんでしたからね。今回イースターが新たに追加されたわけなんだけど、このイースターもね、追加っていう言い方おかしいんですよ。そもそもね、2020年の時点でイースターが行われてたわけだからさ、ロジック的にはなんかおかしいんですよね。うん。あとは言葉のニュアンス的にも。なのでまあ、完全に新しいイベントの追加っていうのは、まあ極めて低い可能性が高いと思います。まあまあまあ、こういった形でね、コラボ関係過去にも大きいのが3つあるんで、まずこの3つと、あとはそれプラス他のコラボとかもあるんじゃないかなと予想してますね。で、追加住民に関しては、美咲ちゃんとか渚ちゃんとか、メドリちゃんとか、アイル君とか、まあいろいろいるんだけど、こういったコラボ関係住民の追加になるんじゃないかなと予想してますね。まあここはね、あくまで僕の個人的な見解なんで、参考程度に受け取っていただければと思います。はい、まあそういったところでね、長々と喋ってきたんですが、今日の動画はこのあたりで終わっていきたいと思います。最後になりますが、まだチャンネル登録お済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。